新栃木駅は栃木県栃木市平柳町一丁目にある東武鉄道の駅である。駅番号は TN12。日光線と宇都宮線が乗り入れ、宇都宮線は当駅を起点としている。ホーム端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は線路の西側にあり、島式ホームとは古線橋により連絡している。 パスモ対応自動改札機設置駅。東駅北側に南栗橋車両管区新栃木出張所が所在し、ホーム東側には側線がある。東駅は日光線と宇都宮線の分岐駅であり、南栗橋駅発着の急行、区間急行も停車するなど輸送上の主要駅として機能している。特急、ケゴン・キヌは2006年3月18日に新設された。 早朝の当駅始発と深夜の当駅止まりのケゴン以外は通過する。以前は東武日光駅、絹川温泉駅などを発着するケゴン、絹の一部も停車していたが、2001年3月28日より東日本旅客鉄道両毛線の乗り換え客を考慮し、栃木駅停車に変更された。日中時間帯は南栗橋駅当駅間の普通と栃木駅東部、 宇都宮駅間の宇都宮線列車が、それぞれ1時間あたり、各2本、当駅から新鹿沼駅方面の普通が1時間に1本、停車する。2006年3月18日に実施された、ダイヤ改正をもって、浅草駅当駅間で運行されていた準急は、区間急行に、名称変更の上、朝夕のみの運行となり、変わって、南栗橋駅始発、終着の半蔵門線。 東急電園都市線直通の急行と接続する南栗橋駅東駅間の普通が毎時2本設定された。同時に1時間あたり1本運転されていた快速の大半が区間快速に格下げされ、当初は日光線全線が各駅停車とされた。さらに2009年6月6日に実施されたダイヤ改正に伴い、区間急行の運転区間が東駅以南のみとなった。 2011年、東日本大震災に伴う夏の節電ダイヤ実施時には、平日日中の南栗橋駅当駅間の本数が1時間あたり2本に減便されていたほか、一部列車については6両編成から4両編成に減車されていた。9月に節電ダイヤが終了した後も、平日日中のこの区間においては引き続き1時間あたり2本のまま損置されていたが、 2012年5月22日に震災前のダイヤに復帰した。2013年3月16日のダイヤ改正より、区間快速は各駅停車区間が新大平下駅北に変更された上で2時間間隔での運転となり、現便分は東駅東部日光駅、または木の川温泉方面の普通列車に変更された。同時に、 南栗橋駅当駅間の普通列車は4両編成に変更された。また、当駅始発、終着の区間急行は6050系による1日、1往復のみとなり、通勤者での運用が廃止された。2017年4月21日のダイヤ改正より、当駅始発、終着の区間急行と、快速、区間快速が廃止されたため、特急以外の種別で、 南栗橋以内へ向かうには、南栗橋駅での乗り継ぎが必須になった。2020年6月6日のダイヤ改正より、日中の日光線普通列車は当駅で系統が分割され、南栗橋方面と宇都宮線の間で直通運転を開始。東部日光方面の普通列車は原則として、当駅で折り返しとなる。それまでの宇都宮線普通列車は、 栃木駅発着が基本であったことから、栃木駅当駅間では本数が削減されている。2019年度の1日平均乗降人員は4163人である。1990年代後半から減少傾向が続き、2006年度には4000人台を下回ったものの、近年は回復傾向にあり、2017年度には再び4000人台を記録した。 近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通りである。駅周辺は栃木市街地の北部にあたり、基本的には新興住宅地となっている。ありがとうございます。